うわっ、顔かっこよすぎるでしょ、かっこよすぎるだろ、かっこよすぎでしょ。この番組はコロスポサウザショーダウン、お送りします。いくよ、撮ってるよ、いくよ、いっちゃうよ。九州大学からやってまいりました。よろしく、よろしくお願いします。読めないんで。出席確認できない。今日もですね、リアクション動画、ジルカのリッチョと一緒にやっていきたいと思います。イエーイ。さて、今日は何かな、今日はですね、今日はですね、何やってるかと言いますとですね、はい、今回もやってまいりました、はい、一撃やってまいりたいと思います。一撃やったぜ。あれ、前回は団長さんと、はい、ライムさんの一撃をやらせていただいて、すごかったですね。神回に多分今下に出てますね。あ、もう、あの、出しておきますね。はい、よろしくお願いします。今回はですね、アルルカのアキさん、なるほど、さあやってまいりましたね、神様が。平成という曲の、はい、回でございまして、いいですね。こちらも僕大好きなんですよ。僕もめちゃくちゃ聞いてます。これめっちゃ聞いたもんな、うん、すごいっす。そう、前回の団長さんの回とかは、はい、結構こう、なんかお互いのタイプが発揮された回だったんですよ。そうだね、うん、全く別物な感じで、そうそう、はい、なんか太さと鋭さの戦いみたいなね、はい、今回はそこまでこう対照的ではないというか、うん、ちょっと近さもあるみたいな感じ。そうですね、だからこう調和が結構あって、はいはいはい、その辺結構あの見どころかなと思う回なんです。そうですよね、ここにちょっとぜひ着目しながらいろんなテクニックを解説させていただきたいなと。ありがとうございます。見どころ思いますので、ぜひ最後までご覧いただきたいなと思っております。お願いします。はい、こんな感じで、このチャンネルでは、リアクション動画とかですね、ボイトレ動画、日々配信しておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひよろしくお願いしますと。さっさとしろって新しいね。ねえ、新しい。これした方がいいぞ。新しいね。何回も見てんだったらしとけ手間だろ毎回。そうだね。また別のページとかで開くと、手間だろ、パッて出てくるから。ちゃんとやれお願いしますで、今回の曲もね、傷の曲なんで、はい、もちろん高いんですが、うん、そこよりも今回は、うん、例えば、この二人の歌声の表情とか、声色とか、うんうん、深みとか感じてくれたらいいですよね。いいね。感じてくれたらいいですよね。これ降りちゃダメだよ。なんか、ニュアンスの付け方とか、はい、その細かい技術の応酬になってるかなと。うん、そうですね。前回ももちろんそうなんですけどね。はい、よりそこにこう着目すると面白いと思うので、うん、じゃあ見ていきましょう。はい。OK。この最初のね、始まったぞ、このそうセカンドシーズンのね、そう時のやつですね。お話が好きなんですよ。いや、そうなのよ、この最初の声が好きなのよ、うん、初手どう来るか、初手 , , 笑っちゃったそんな一緒にね、王座の、そう王座の笑いじゃんそれ、はい、ね、笑っちゃって仲いいんだろうね、うん、そうですね、お互い仲いいんですよ、ね、僕まだ面識ないんですよ。いや、うん、ライブさんね、アキさんとは、あ、そっか、僕アキさんとだけあのお世話になってるんですけど、あ、そうなんですね。ライムさんとちょっとまだぜひ、うん、今度お願いします。そうかな、俺マジで勘違いして誕生日から来たんだと思って一瞬マジで冷めたわ。ハビマスイ、このお二人の感じ、この間柄が伺えるけども、そうですね、で僕もライムさんとお会いしたことないんですけど、はい、アキさんはまあ何度かお世話になってまして、うん、まあすごいこうふわっとされた方なんですけど、はい、でこの感じじゃないですか、こっから歌に入った時の感じも、そうなんですよね、着目ポイントかもしれないですね、うん、個人的にはね、うん、いやこれ一撃の雰囲気じゃないかな、ねね、一撃じゃないかもしれない、ねえ、うん、ライムさんもこの感じでこう、とりあえず今和気あいあいとやってますけれども、ここからどうなっていくのかと、うん、いうことですよ。お、はい、来ました、じゃんじゃかじゃんじゃか、じゃんじゃか来ました、うん、あ、入ってるね、うん、このね、まあ、声数羨ましいです、いや、ほんとに、うん、いい人間ってやつじゃなかったとしても、いやー、これね、やっぱね、最後ね、エミー最高っすね、最高だし、うん、多分この曲だからやっぱアキさんにしたんだね、なるほど、うん、やっぱさ、アキさんってやっぱライブ中の、まあ、ルルカンといえば、うん、ライブ中のそのセリフというかさ、はい、言葉回しというか、うんうん、ここがやっぱ一個のミソなわけですから、そうですね、天才ですよね、本当に、ね、めちゃくちゃ天才、うん、あの言葉のこの心の魂のトロが、うんうん、まあ、ライブあるわけなんですけども、はい、このセリフの部分なんか、うん、結構やっぱアキさんこれフィットするじゃないですか、そうなんですよね、っていうやっぱ人選なんだろうね、うんうん、こうカチッと毎回、ね、カチッとくるよね、うん、ここはもう本当に適材適所というか、さすがです、うん、
強いね。早速いいですか。はい、まあ、ちょっとこれボーカルテクニックなところになっちゃうんですけど、はい、最初のこの2人の交互に入るじゃないですか。ここの2人、入り合わせてんだよね。はいはい、はい。ひもぼるだろう、はい、この命人を、この入りを合わせてる。入り方を。なるほどね。ニュアンスをここは合わせてきてる。はいはいはい。曲の最初だからかな。で、ここ2人まず合わせますと。はい、その後は、ね、ビブラートの書き方もね、うん、ちょっと違いが出るのが面白いってことです。はいはいはい。アキさんは細かめなんだよ。うん。ラーみたいな。あ、はいはいはい。細かい。波が。ラーさんは、トーちょっとこう。深めなね。深め。うん、深めゆっくりめパターンで、ちょっと違いつつ、うん、いなくなっても、はい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 、これね、はいはいはい、ちょっとガナってくるんです。そうなんだよね。ニュアンス、この入りのニュアンスを変えてくるっていう。うんうんうん。いや、素晴らしい。いや、素晴らしいですね。細かいですね。細かいところでございますね。はいはいはい。一緒に死んでいいっすか。そう思えるよ。もう本当に声が本当にいいです。うん、なんだろうな。うん、甘美だよな。なんかあの、うん、聞いてる自分もちょっと泣きそうになっちゃうような、うん、ちょっとやっぱ叙情的な感じもやっぱ叙情的だよね。そう、含まれてるんですよね、うんうん、その声の中に。うん、わかるわかる。この成分ください。欲しいです。欲しいです。欲しいです。訴えかけてくるものがありますよね。うん、いや感情をこう動かされる。うん。いや、間違いない。動かしに来てるんだろうね。うん。うん、表情もいいっすよ。うん、いや、違うな、違うな、やっぱ深いっすね。うん、タイプが違うな。うん、アキさんはなんか儚かないわ。あ、そうですね。どこだっけな、ちょっともう一回行きましょう。この辺とか、はいはいはい、この辺とか、この辺とか抜くのよね、うん、ブレスをね、ブレスをね、これアキさんの特徴で、うんうん、ダーダーみたいな、うんうん、あ、そうだね、抜いてますね。抜いてるよね、うん、ここやっぱ儚さを作ってますよ、ね、めちゃめちゃ表現力ありますね。あります、はい、これむずいからな。めちゃくちゃむずいっすね。めちゃくちゃむずいからな、うん、本当に多分いっちゃむずいぞこれ。マジでこの世でいっちゃむずい。いっちゃむずいぞこれマジで。いや本当に難しくて、それやっぱ音程を取りながらのその抜きとかってすごく難しいんですよ。使う場所が違うんだよね。そうなの。だから本当に先生みたいになっちゃう。そうだよ。そう。この感じで。そうなの。そう、そうだよね。生徒みたいになってる。はいはい。もうね、もうトゥースになっちゃうよね。トゥースね。いや、でも本当にそうでさ、うん、この張りを持たせてる通常のトーンの時っていうのは、割と声帯がやっぱ閉じて、うんうん、そこにこう、空気で圧をかけて、はいはいはい、出していくんですけども、うん、それをね、なくすんですよ。そうなんだよね。一時的にね。だから、抜いてね、うん、でその時ってやっぱこう声帯を使う感覚って薄くなるじゃないですか、うん、薄くなってどっちかというと体を使ったような感覚に近くなる。ああそういう感じですね。になるじゃないですか、うん、だからそこのこの喉とこの体 の、 このスイッチの切り替えみたいなのをめちゃくちゃ細かくやってるんだよね、うん、やってるしそこにビブラートもかけたりしてるんですよね、うん、テクニカルすぎますね。テクニカルです、うん、からのこう強いのがライムさんなんですよ、うん、なんか、アキさんは一緒に死のうよみたいな、うんうん、一緒に死のう、うん、一緒に死のうみたいな感じなんだけど、うんうん、もうライムさんも一緒に死のうぜお前もみたいな、死のうぜねって感じじゃない？って感じです。強いよね。なんか確かに強い。ある種の包容力みたいな感じ、うんうん、するな。やっぱその声のその顎の使い方とかで変わるんですかね。特徴ですよね、はい、ライムさんは結構下顎が強いよ。なんか響きをそこで結構コントロールしてる印象あるな。そう、このね、下の歯の間、そう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 、ここで結構空気を動かしてるかな。ビブラートとかもそうだよね、うん、自由自在な感じでね、するその中でくるくる回して、そう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 、だから意外と手頃にこう
このダイナミックな動きをやってる気がする。うん。だからこの口の中でもう、螺旋岩できちゃいますよね。もう一回。あ、いいよ。もうちょっと、確かに、ごめん。ごめん。うん、でーよみたいな。で、そうだね。うん。感じでちょっとニュアンス変えたりとか、うん、マジの一瞬、ちょっと抜いてるとこもあったね。うん。ライムさんの。ライムさん、めちゃくちゃうまいですよね。コントロールお化けやね、この二人ともね。本当にすごいです。すげえ細かいのよ。うん。やっぱ、最高っすね。ここはね、うん。超ミックスボイスだよね。めちゃくちゃミックスですね。めちゃくちゃミックスだよね、うん、ずーっとミックスだよ、ここ。ずーっとミックス、うん、ど真ん中、うん、ど真ん中ミックス。パチッ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 ってこう、うん、しっかり、うん、しっかりね、うん、踏みしめてるよね。でもバランス取ってんだよね、うん、そうなんだよ。めちゃくちゃ絶妙だよ、これ。そう、なんかこう血を這うような感じで来ても、うん、やっぱ上でこうパチッと、ここで、こことここのバランスだから。そうなんですよ、こうブワーッみたいな感じで。いや、これマジこの感じで、吐く息ってクソ抽象的な説明をでも本当そうなんですよ、うん。下と上のバランスだからね、ここマジでミックスなんで、うん、ミックスボイス勉強したい人、ここかなり参考になると思いますよ。はい。うんうんうん。うん、次。ここすげえ、うん、からの、うん、もうね、表情とか含めて、はい、あーこれ、はい、演者です。いや演者っすね、なんか今変な声言ったあーって。いやわかる、出ちゃった。いやわかるわかる。いやかっこいいっすね。いやめちゃくちゃかっこいい、うん、二人ともな、表現者やな。いやすごいですね、表現者や。かっこよいな今の、うん、やばめっちゃミックス、うん、でちょっとこう変わるんです。優しい、優しいよね、うん。抜けたな、すごいな。駆け抜けた。ここなんか二人の声質の違いが一番結構楽しめるところかもしれない。そうだね。攻撃タイプと魔法タイプみたいな。確かに。パン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 つって。パンパンスパパンパンスパンパンパンみたいな。バカ。やっぱアキさんの表情がいいよ。伸びやか。今のニュアンスすごかったな、今のが。すごいな、いろんな装飾がついてた今、すげーみたいな。海の底から天国までこう上がってきたような感じが。確かに、ね、うわーみたいな感じ。いやすごいよ。いやマジですごい。このなんだろうな、すがちょっと今遅くなっちゃいました。試す試すね。遅れてってきた。これ遅れてやる。早すぎたんだろう、ね。そう。他が。ついていけなかった。そう。他が早すぎたんだろう。通常だよ。そうだね。他が早すぎたんだろう。やっぱライムさんのこの上下のコントロールが本当にうまい。そうっすよね。うんうん。ここも結構二人の違いかもしれない。あー。アキさん結構ストレートに、結構ずっとこのミドルのテンションかな、うんうん、が結構多いかもね。うん、グーンっていくのあんまイメージないかもしれない。うんうんうん。軽やかにこう。トリッキーにトリッキーにっていうイメージはあるかもしれない。はい。ちょっとウィスパーだね。Yes。うわ。ああ。最高のハンモスね。最高です。めちゃくちゃいいっす。こんないいっすか、贅沢して。うん。いいっすか、これ贅沢ですよ、これ。贅沢ですね。もうA4 のね、お肉食べてるような。A4 ね。A5 じゃねえ。A5 ですね、間違えましたね。ちょっとね、紙みたいな。ちょっとね、そうですね。A4 の肉。確かに。それはそれでいいけど。確かに。でね、やっぱね、ちょっとその、がなりとかも、二人とも結構うまく活用してるようなところがちょいちょいあるので、はい。ちょっと見ていきたいんですけど、かなり細かいよ。うん。まあ、細そうだけど。
もう子もそうだしね。うん、頭も入ってるし、うん、あと頭入ってるし。この命、これやばくね？入りましたね。細かすぎね。もう器用ですね。器用だよね。もう器用にも程がある、ね。天才。天才すぎる。いなくなっても。うん、そのね。開放感。このね。ガッて。うわあーいいね、あーあー良いね、素晴らしい、強い、最高です。ああね、ちょっと落ち着いていきます。伴奏もちょっと音数が減ってさ、これがいい。この辺ってさ、もう音域的にこの二人からしたらもう余裕なんで、うんうん、で余裕な音域をいかに聞かせるかっていうのも意外とむずいんですよ。そうですね。そうなのよ。余裕だから余裕に歌っちゃうっていうか、うんうん、そうね、普通に歌っちゃいますよね、うんうん、ただ口ずさんだだけみたいな感じになっちゃうじゃん、うんうん、でもそこをやっぱ見せないようにいろんなニュアンスつけたりとか、うん、ちょっとがなりにしても高いビブラートにしても高いビブラートにしても、そう、口の中と動かし方っすよね。そう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 、飽きさせないように工夫してるんですよね、うん、めちゃくちゃミックス、うん、めっちゃミックス、うん、いい顔。ここに来るわけですね、うん、ちょっと気づいたことあるんで言っていいですか。はい、二人ともね、これやっぱすごい大事なことなんですけど、はい、口でかい。確かに確かに口がでかい。イの母音とか全く潰れてないもん、口が。そう、あ、そうだね、うん、確かに。いいにするとね、ダメなんですよ、うん、あ、いいんだけど、うん、いいし別に高い声出るんだけど、それでも、うんうんうん、でもイの高いのって出しづらいです、ね、出しづらいので、うん、やっぱしっかり開けていきたいし、やっぱこうね、二人とも歯と歯の隙間をさ、はいはい、しっかり開けた状態で響きを逃さないように、うん、変えないように歌ってますよね、うんうん、でこっからなんですけど、うんうん、めっちゃ開けてるでしょ、めっちゃ開けてる、ヤキさんも、うん、めっちゃめっちゃ気持ちいい。次の糸がやばいよ、うんうん、もういいじゃないよ、いいじゃないもはや、うん、このアキさんのアクションめっちゃ好き、うん、うん、うん、いやうわっうわっうわっ、顔かっこよすぎでしょ、かっこよすぎるだろ、かっこよすぎでしょ、凶悪な顔しました今、いやすごい顔してましたね、すごいかっこいい、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい、いいね、うん、世界観出てるね、いやさすがですね。いや、なんか思うのは、うん、ライムさん、やっぱその先輩の方とかもこの企画は呼ばれるじゃないですか、うん、呼ぶじゃないですか、はい、やっぱそのアキさんってやっぱ仲良さそうじゃん、うん、さっきの最初の会話とか見る限りさ、うん、やっぱこれ2人結構リラックスできてんのかなみたいな、うん、確かにそれあるかもしれないですね、説はある、うん、もちろん普段もめちゃくちゃ表現してるけど、うんうん、そこ以上にこう柔軟性は感じざるを得ないよね、うん、この動きとか、そうだね、表現もそうだけれども、うんうんこれ、うん、これ白紙、この一回何もなくなる感じ、ね、ブレイクが最高、うわ、いや、やっぱさ、伸びやかじゃね、めちゃくちゃ伸びやか、伸びやかだよね、やっぱリラックスしてるよな、リラックスしてますね、よりしてるよね、ここはね、うん、すごいな、表現力、俺ここ一番好き、うん、めちゃくちゃいい、ここ一番好きで、うん、アキさんの、うん、ここやばくない、いらない、いくいらない、そんなものはいらねえんだよ、そうだよそうだよ、これ以上の表現はないですよ、ない、この歌詞において、うんうん、こんなに憎しみのこもったそんなものはいらないなんていう表現、うん、
空でね。一回ビートがちょっと遅れてくるから、ね、スネアがな、ちょもう一回ちょ、いやここはもう一回行こう、ここは絶対行くしかない、お願い、うん、命だとか、うん、そんなものはいらない、うん、我慢しろそうだね、いやがなるね、うん、いや、それはさ、むずくないか、うん、一緒にしないよみたいな、すごい、それはむずくない、むずいっす、一回抜いて、むずいっす、むずいっす、じゃんけん、むずこれ、うん、ノー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 で一回話す、うん、いや、すごいっすね、高等技術、うん、もう、抜けてんな、うん、うわ、待って待って待って、すごい、今高かったよね、高い、 E か D シャープぐらいあるよね、うんうん、ハモリ、上ハモ D シャープだ、やば、今どっちが出してた、これライムさんかな、あ、ライムさんか、うん、アキさんもね、うん、自分の歌かのような、本当だね、もう本当に本当にそう、うん、めちゃくちゃ声質も合うし、合うし、自分の曲みたいにしちゃうんだね、やっぱ、うん、一流はね、いや、さすがですね、素晴らしい、じゃあそんな感じでこの動画いろんなねテクニック学べるんですけど、あの概要欄の方にね貼っておりますんで、まだチェックしない方はぜひという感じで、あと今回の動画良かったという方は高評価と、あとチャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、ということでまた次回お会いいたしましょう、バイバイ。